はい、皆さんこんにちは、吉野リマスターです。今日のですね、今日思ったことはですね、まあ、特に仕事仲間ですね、そういう人たちに対して、自分はあなたの味方なんですよというスタンスで接するってことですね。はい。これはですね、まあ、うちの会社も、まあ、やっぱ人数が多いのでね、僕最初に入りたてぐらいの時っていうのは、やっぱり教えていただく必要があるじゃないですか、仕事をね。ですので、特にですけれども、本当にウェルカムっておかしいな。自分がね、仕事を始めてばかりにウェルカムってもおかしいんですけども、すごくですね、なんて言うんでしょうか、あなたのことは好きですよぐらいな感じですかね。もう味方ですよとかね。そういう感じでですね、誰ともですね、接してましたね。はい。そうすると、そういうことが相手も伝わって分かって、相手もですね、どんどん話しかけてくれたりとかですね、なんか物をくれたりとかですね、あいつもね、なんかいただいてる、愛さん、ありがとうございます。はい。くれたり、なんか、そういう接し方をね、してくれるんですよね。逆が多いですよね。なんかこう、なんだろうね。こいつは、なんだみたいな感じの人。こいつは何なんか、なんだろうな。こいつは俺にとってなんか敵かな味方かなみたいな感じで見る人がね、まあまあ多いですよね。多いとか、まあ今いらっしゃいますよね。なんだろうな。だから、なんでしょうね。その人の、まあ、今まで生きてきたこの考え方のスタンスみたいなのがもうそういう風なものを作り上げちゃってると思うんですけど、でもなんかそういう、この人、自分にとってどうかななんてね、思って、本当になんていうね、自分の心の、なんか、鋭利なナイフみたいのをですね、手にしたままですね、心の中で、相手を見てもですね、やっぱ好かれないと思いますね。やっぱりね、そんな態度でね、接してもね、まあ、上辺だけですね、どっちかというと。多分ね、そういう人たちの、接し方、そういう人たちへの接し方を見てると、周りの人が、やっぱそういう人が怖いとか、ね、先輩だからとか、上司だからとかね、なんかっていうことで、まあその場ではですね、ちょっとまあ話は上辺だけというかね、してはいるんですけども、まあまあ後でですね、私のとこもたまにね、愚痴とか相談の電話がかかってきますけども、まあ大体内容はですね、仕事内容よりは、あの人こうだよねとか、この間こんなひどいこと言われたとかですね、これってどう思いますみたいな、そんなない、人に対しての悩みとかですね、愚痴とかっていうのが内容の多くなんですよね。だからそういう人たちっていうのは、やっぱりまあ逆に言えばですね、そうじゃない人いますよね。僕はそうじゃないように頑張ってますし、あと、例えばだから、あれですよね、本当にフランクにですね、気さくに話しかけてくれる人とかは、例えば初対面とかでもですね、いやー俺さ、実は、バツイチでさ、みたいなことはしてくれるんですよね。初対面で結構そこまで深い話してくれますね、みたいな話の。でもそういう人ね、やっぱ好きですね、僕も。やっぱ一緒に仕事しててもいいし、なんかね、本当に、こっちも、いや実はね、みたいな話をいろいろできるじゃないですかね。だからなんかすごくね、フランクな感じで、そういう人たちにやっぱり人は集まっていくし、協力したいなーとかですね、なんかしてあげたいなーっていうふうに思うんですよね。だから本当に逆のさっき言ったこいつは俺の敵かも、まあ敵かか味方っていうかね、敵だなみたいな感じで、のスタンスでいきなり来る人、喋ってもいないのにね、まだね、来る人ってね、その人はね、そんなことはね、こいつお前俺の敵だろうとは言わないですよ。言わないけど、態度に出てるわ。そういう人は。もう絶対そういう人はね、本当に、みんな協力したがらないと思いますね。ですんでね、まあ、私の周りにもですね、わずかではありますけどもね、本当にフランクに、気さくにですね、話しかけてくれて、本当にですね、そんなことまで話したっていいの俺にってぐらいですね、初対面なのにですね、いろんな話をね、してくださる方いてね、そうするとすごくですね、まあ、こっちとしても気が楽になりますし、本当にですね、一緒にね、どんどん仕事していきたいな、なんていうふうに思うんですね。はい。そういった雰囲気ってすごくね、大事だなと思いますね。はい。ということで、今日ご紹介とか話したのはですね、特に仕事の面ですね、もちろん、まあ、男女間の間、家族の間でもそうだと思うんですけれども、相手をですね、敵か味方かとかですね、こいつは俺のことに協力してくれるのかなぐらいな、なんかね、
考えるのではなくてですね、本当にウェルカムな気持ちでですね、誰しも、本当に、あなたのことが好きですよと。はい。相手がですね、自分のことを、こっち的か味方かなでよく注意深く見ていたら味方でした。じゃあこっちも、心開きますっていう順番ではなくて、自分の方からですね、相手に、本当に大丈夫、好きですよと。うん、あなたのこと好きですよ。ね。味方ですよ。ね。そういう形で、フランクにですね、接するのが大事というね、お話でございました。頑張ってみてください。では、今日も見ていただいてありがとうございました。